勉強はおしまいおしまい。このクラスでも各々のグループがあるようだった。おおむねのグループは同性同世代だが、俺たちのグループは別だ。年齢もバラバラで男女混合。だからといって遠慮があるわけじゃない。お弁当の時間なんてみんなのおかずを中央に集め自由に突っつく。こういうのって結構女の子は気にするんじゃないかなと思ってドギマギしていたが、それをミオンに見透かされ随分と囃し立てられたものだ。努力の甲斐あってか、今では誰の弁当箱のおかずであれ箸を伸ばすことができるようになっていた。お、里芋がいい感じだぞ。この煮物はリカちゃんが作ったのかい？リカちゃんって何気にそういうの得意なんだよな。お裁縫とかお洗濯とかも上手なの。すごいよね、すごいよね。リカはいろいろとすごいんですのよ。お前が威張ることじゃねえ。僕よりレナの方がお料理は上手です。ねえ、これみんなよかったら食べて。かなり合格点。なあミオン、お前取りすぎだよ。いかがかしら。レナさんもとてもお料理が上手ですことよ。ケイチさんとは大違いですの。だからお前が威張ることじゃねえだろ。日本語ってやつはさ、どうしてこう味に対する賛辞が少ないんだろうな。食事中の団らんって考えがそもそも近代に入ってからだからじゃない。昔の人は無言で食事を済ませたそうだし、作る人もちょっぴり寂しかったろうね。きっと昔の人は食べるのに忙しくて味を褒める暇もなかったのですわ。そりゃお前だ。でもね、美味しいの一言だけでも嬉しいよ。苦労の甲斐があったかなって。おいしいです。ほ、おいしいです。レナのお弁当。はぁー、リカちゃん、お持ち帰りじゃなくてありがとう。本当においしかったですよ。リカちゃんには褒めてもらったお礼にこれをサービスね。じゃーん、はい、リンゴのウサギさん。なんだよサトコ、その挑戦的な目は。ケイチさんにはレナさんのリンゴを獲得できるだけの賛辞が用意できまして。強気じゃんよ。ボキャ品のあんたにどんな賛辞が思いつくってえの。ではゴロが遊ばせ。レナお姉ちゃん。は？あのね、あのね、レナお姉ちゃんのお弁当さとくんも美味しかったよ。何が賛辞だ。こんなの泣き落としならぬ燃え落としじゃないか。そんな手ありだのか。はぁ、だ、騙されるな、レナー。かいかい、さとこちゃんもかいよ。お持ち帰り。はぁ、はい、さとこちゃんにもウサギさん。悔しければレナさんにご褒美がもらえるような賛辞をお考え遊ばせ。卑劣な技を。大地、それ賛辞じゃねえし。さとこ、それで勝てたつもりとはね。あんたらのそこの浅い技とはわけが違うものを見せてあげようじゃない。それは頼もしいぜミオ。それはどんな技なんだ。やるのはケイちゃん。はあ、ちょっと耳貸して。おい、見せてもらおうではございませんか、豊島のあがきを。ミオンの提案する作戦は苛烈だった。だがサトコに勝つにはこれしかない。本当に美味しいよな。このおかずって全部手作りなのかい？ううん、実はね、今日はちょっと時間がなくてほとんど冷凍物なの。じゃあレナの手作りのってどれだい？その恥ずかしいな、教えなきゃダメとしても。わかるよ。
卵焼きだろ。なんでわかるかな、かな、レナの手作り。よし、イソケちゃん、次でとどめだ。口に含んだ時にね、レナの匂いがしたから。いくらサトコへの対抗意識とはいえ、俺は超えてはならない一線を軽く10メートルはオーバーしたような気がする。レナ手作りのリンゴのウサギさんが食べたいな、なんて。食べてね、ケイジ君。リンゴのウサギさんいっぱいあるんだよ。はい、ケイちゃん、殉職見事なり。どうよ、サトコ、うちらの完全勝利だね。こんな手、信じられないですわ。よくもそんなこと口にできますのね。あれ、リカちゃん、リンゴ食べないの？塩水強すぎたかな、かな。ウサギさんが、かわいそうです。助けてあげてほしいです。かわいいよ。今夜こそ絶対お持ち帰り。ちょっと待っててね。ハオヌナ、何事なんですの？目にも止まらぬ速度でリンゴのウサギさんがタッパーに戻っていく。はい、元通りに盛り付け完了。これでみんな寂しくないよね。これリカちゃんにあげるね、ね。というわけで、リンゴのウサギさんは全部僕のものになってしまったのですよ。勝ちましたです、ニパー。逆転負け。もうご機嫌はいいや。こうして俺の死はただの無駄死にと決まったのだった。